Yeah!
Sonic, go! Sonic, go! Sonic, go! Sonic, go!
Sonic! Sonic!
Oh!
Fight!
じゃあそろそろ第37回式の細道を始めたいと思います。最初のプレイヤーがニーヤーさんと川島さん。あ、見てる人いるかな。式って埼玉、そうです、式は埼玉県の新座市にあります。いや違う、式は式市にあるんだけど、このゲーセンは埼玉県の新座市にあります。駅でいうと東武東上線の式駅ですね。そう、式は新座にありますは嘘です。式は式、ニーザーニーザーです。はい、どうも。じゃあ式の細道37回始めたいと思います。パチ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 。今日は久しぶりになんか達夫さんが来てくれたので実況お願いします。どうぞどうぞどうぞ。川島さんの黄色い残儀と新谷さんの剣ですね。新谷さんのこの剣と川島さんの残儀ですが、キャラ的には、どうなんですかね。剣は意外と残儀には厳しいという話も聞いたことはありますけど、川島さんのジャンギーが今1本取りましたね。やっぱ竜と違って剣の方がジャンギー相手には厳しいですかね。いやー、ジャンギー側からすると竜より嫌なところも何箇所かはあるんですよね。今さ昇竜が早いので引き攻めが上からいけない、上から取ったら絶対昇竜を取られちゃうところと、あと剣の方が足が速いので結構踏み込んで返してもらったりしちゃう。あと一文字蹴りが長くて強いやつ、どんな言ってても川島強いですね。川島さん、こんなにパワーボム使う形でしたっけ。毎回動きが違う感じがしますね。さあ、川島さんが一人抜きで、次が、セロさんの S 剣、セロさんの S 剣、セロテープさんを使う S 剣。セロテープさんが S 剣使う S はローマ字のセロテープ剣じゃないかとみんな思うでしょうけど。これはしかし式の細道入ってみて S 剣が増えたなっていうそんな印象ありますか。さあ、さっきの S 剣とさあ、川島さんのジャンゲルパワーパネシングやる、さっきでパシパシと波動拳を打つ。川島さんの残技が前と違って動きが変わってる感じがしますね。なんか見てて、しかしそこの動き
気を誘いながら S 剣の卑怯な当たり判定で蹴りがすごいっすよ ね, すごいっすよね。まさにまさにまさにとある配信でガムテープと言われたこのスローテープさんのこの方向がまさにこのシンクロスケートでスペシャルなセロテープとなってスケートの面があって、でもセロさん竜も X 竜も結構動けますからね。まあ、この意外と硬いんですよね。そうですよね。じゃあこの S 剣を使うっていうのは結構有利なんかね。あ、しかし今のちょっとのところはガルシム譲りのさ蹴りをやってさ参拝しますけど、あ、そうもみもみやってさ1-1と取った。さあどうなる、これはでも、あ、今のカーシムさんのパワーブル狙ったところ、まるでどっかのパーフェクトエンターテイメント殺し落としていかのような S 剣の動きだ。さあ、スムーズさあ、これ、さあ、カーシムさんがチャンスが来る。さあ、今の冷静のぼったじいですね。すごいですね、もうダメですね、キューブ。今の一瞬ジャンプして後ろに飛んでまた前に飛んでる。さあ、まだ分からない。さあ、ここでさあ、残り、おお、素晴らしい。ヘッダイはダブラリー、強烈なダブラリー、素晴らしい。これでカーシムさんが、2人抜きですね。次が、ピョンキスさんのフォークですね。さあ、ピョンキスさんのフォークと、カーシムさんのダンですね。さあ、さあダブラリーダブラリーで攻めて、さあ、ね、っていうのは、うん、どっちが有利なんですかね。泥試合ですかね。泥試合、まさに守るキャラの泥試合。泥試合、横棒が入ってるね。まさにイエローサブマリンカのようなこの強烈な時の形。自分で両方キャラ使うと、まあ、左下のスーパーってゲージが光った瞬間にやっぱ派手なことしたくなるよ、ね、派手なことしすぎて負けるキャラ。そうですよね。あの派手なことを狙うと負けるキャラですよね。おっと恐ろしい。なんとこれでカーシムさん3人抜きで、次が、唐揚げ丸さんのブランカーですね。あ、中島さんのホンダですね。失礼いたしました。危ない、これはホンダさん。ここまでかな。いや、どうしようか分かりませんよ。分かんないですからね、ストリートファイター30年の歴史を体験するあれですよ。あ、まだあった。優勝商品がベストファイターになったという。さあ中島さんの本だと、川島さんで、川島さんの本強いですからね。硬いですね。ここからドライセッチになってるね。ハリエルエディフィンのブチクダックしかないですね。危ない、これが入るわ。素晴らしい。まだ分かんないですね。これやっぱホンダヤマがレーブルクスがどれだけ出せるのか。エグいホンダがエドモンのホンダじゃなくてエグいホンダとなってね、こうジャンギを。俺あのザンギエフ買ってシロさんのホンダに一回も勝ったからね。ずっとホンダの。さあこれどこで出て、さあそれは分かんない。おお、今の素晴らしい。さあ刀貸しましって言って、すごい川島さん、これで4人抜き。
やっぱ前と動きが相当変わりましたね。うん、次がゴーさんの、あ、これまた次は唐揚げ丸さんのブランカ。さあ次の試練、唐揚げ丸さんのブランカ初めて見ますね。空中浮遊すごい、今のは超素晴らしい、これは強いよ、これはすごい。さあ次がゴーさんの剣ですね、 X 剣ですね。いや今のはちょっと読めなかったですね。ゴーさんの剣ですね。さあゴーさんの剣、このあさあ、これ投げる、おお。結構さっき、ええ、こちらでやったんですけど、ええ、硬い立ち回りの剣、うん、硬い立ち回りだと、このパーセルダンジョンが厳しいです。あー、川島さんもこのダブラリがうまいっすね。うまい、うまい、うまいっすね。この辺は、そのヨガテレビのそのタイミングと、その全く一致する。回り始め当たってますか。からのそうですね。いや前かなり変わりましたね。ああこういうパフォーマンスですね。あ次俺だ。俺が倒すの倒してやる。弱っ。カシも強いですね。強いですね。これありますね。優勝。俺の剣がもうちょい頑張っとけば。あのダブラリがあんなに減らなければ、あれって、はい、あれやっぱ運がなかったってことなの。もう運です。あれ運がなかった。俺の実力を川島の運が上回った。まあまあまあ。まあ、そうです。はい。はい。でも意外と運的要素結構多いです、ね。あ、大きいですね。減りが大きかったり、ちっちゃかったり、ビヨったりビヨんなかったり。ウルトラスト2はその辺がなくなってるらしいですね。ダメージ固定とか、あとピオリッチ固定になってるらしいので、そうですね、ピオるコンボは 100% ピオるし、ピオんないコンボは絶対ピオらない。意外とでもウルツやってたらこっちけれど、はい、投げられた。おっと、おー、謎のロランプダイパンでピオって、はい、今ですよね、これがあの運的、いや今のは実力的な、普通の一番大きな違いって投げだと受け身ですね。投げられたら受けたなっていうイメージがありますね。はい、お、さあただではやられない感じ。残忍ってあのジャックキックからのタッチと、はい、浮いてる中パンチとか、あの辺が勝負どころなんですね。そうですね、やっぱりスクリューの前まで近づいてするかしないかの2択に持っていくのが一番。ただ流線は上手い人だと打撃だけでもなんとかしちゃったり、ジャキキックスクリューの2択みたいな。そうですね、あとジャキック、まあ、ガードで勝負とか竜巻すかしとお釣りでもいいですし、やっぱ近くで転ばせるかなんか。そうですね、転ばせるか、もしくは転ばなくてもいいんで無理やり端まで持っていって、あと今多分スクリューですね。
あーと止めた。飛んだ運がなかった。いやいやいや、今のはもう実力的なもので。さあ、辰俊さんが実力で止めた。いやいやいや、大きな仕事をしましたね。さあ、これはちょっと波に乗っちゃうかもしれないですね。俺も今ね、最後ね、今ジャンプダイバーで勝ってましたけど、俺もジャンプダイバーにしてればあったかもしれない。まあ、俺の話はどうでもいい。はい、ここをダブルラリーしか止められる技なんか、剣のはちょっと強いですし、まあ、残儀の頭は暗い判定があるから、そこ殴れば、そうですね。そうですね、もうどんどん飛んだ方が、あ、お尻が安い。そうですね、飛んで下飛びからの深く飛ぶか浅く飛ぶか、そうですね、ほんとほんと、あ、6ドット削り。猫ガイル、これは竜ガイルっていうのはまだいい。今日もあの何兄弟かでやってましたけど、ね、あの黄金のカード的な、ね、金子さんはなんか最近カワシムのガイルに竜で逆で入ってなんかやってるらしいですけど、ね、大きな声なんです。逆やるのは本当大事ですよね。やっぱ見えないとこは見えないですよ。そうですね、むしろ踏み込み台足波動拳とか中足が届かないところまで近づいて中足から振ったら台足差し返すとか、なんかすごい難しいことを、あとはまあ飛ばれないところで死ぬほど球を打つとか、やっぱ気をつけなきゃいけない。結構微妙な場合で波動拳をソニックで操作されちゃった時が危ない。操作やばいですね、まあ、裏拳と、あと、あと飛ばれて3番、あとまあ龍側あんま付き合わずに無理やり真空貯めてそこから殺しに行くとかも、まあまあいい、そうですね、こうやってやってるうちにまあそのうち溜まりますんで、こっからちょっと近づいて、まあ使っちゃいましたけど匂わせてどうこうするのか。あーガードしちゃった。あれ普段だったらガードしてお釣り確定なんですけど、今最後のところだったんでお釣りが入る前にタイム切れっていう、ガードしなかったらもしかしたら帰った方が体力あったかもしれない。さあさすがに入って三本ず荒らしに行くスタイル、あの距離の今の裏剣うまいですね。歩いてからちゃんと裏剣、おっとでも昇竜裏剣あれっすよね。ああまだまだ時間がある。あー乗ってしまう、おっと今のは重ね真空っぽかったわ。これは辰俊さんありますよ今日は。さあガイル2枚目ですね。この2人先ほど確かね大会前にここで思いっきりやってましたよね。さあそれが吉と出るか凶と出るか、いかに波動なんですね。そうですね、いやいやいや、やっぱ波動ですよね。もうとりあえずとあと台足払いがかなり、あ、ガイル側が転ぶと結構やばいので、これですよ。そうです、
まあ鎖骨もそうですね、安全飛び込みができてしてきて、でサマーを出してもガードされるのでガードするしかなくて、ガードすると竜の方が投げ前が広いので投げが入るんですよ。受け身は取れるんですけど壁端も近づくしダメージも取られるし、だから竜が逆に言うといかに転ばせるかで、ファイヤー波動拳を当てるとか、まあ、竜巻を当てる。でも下がっちゃいましたけど、あの後飛んじゃえばいいんですね、本当は。そうです。そうですね。下がって前調整ができなくなるのはガイルが良くないですね。避けたりとかできないです。そうですね。そうです、そうです。さあ、タッチ。さあ、お茶丸さんの本田です。辰利龍今4連勝なのでカワシムまであと2勝ですね。カワシム6勝してますね。さあ、お茶丸本田が100貫、おっと、話大いちょうから勝利権出していく。ダイヤスタイク割られて、機能している。前飛び、さあファイヤーから、さあきつい前上り中パン、足が届いた。ダイヤスタイク間に合わない。おっと、昇竜で割る、割られる。竜は多分だけどワンヒットしかしないんじゃないですかね。炸裂、あ、確かに空中ヒットさせれば2ヒットですね。地上だと多分1ヒットした後に必ず割られる。あー、そう、しゃがみくらい。さあ、中パン、タッソさんはそうですね、上り中パンはかなりいい反応してると思います。さあ、壁まで来ちゃった。百裂シンク、あと割れなかった。最後の飛びは通さない。さあ、辰利龍5連勝まで来たぞ。お疲れ様でした。ってゲージが見ると鬼無双出したもんね。鬼無双はね、ない方がいいぐらいですよ。そうですよね。はい。ねえ。鬼無双ってでもやっぱなんかこう、なんていうか難しいですけど、使いミスとしては一発当たれば死ぬときにチャージしといて、ね、遠くの方でダルシムとか竜とかが打ったら一発だけ当てて押し画面光らせる。減らないんですよね。まあ、中足一発ぐらいで死ぬ体力の時にチャージしといてと、あとバルノフ対策とかでコマンド入れといて相手が飛び越えていっても維持して出せるとか、そういう使い方は。さあ、おっと、なんか本田の話をしてるうちにアクさんが一本取って、しかもおっと、お、投げて、受け身なくて、削って、あと上が出なかった。あーっと、熱い、目が、うわー、ライス、足が刺さる。なんと止めたのはキャニーだった。もうダメ、緊張しすぎてもうダメ。あ、そしたら今ちょっと硬くなっちゃった。いやもう緊張がすごくてもう無理と。久しぶりっすからね。いやでも勝さんがあれが、いやでも勝さん大変2連勝大きかった、熱かったと思います。
びっくりしました、ね、ありがとうございました。さあ次が、このままハクさんが、ハクさん、新谷さんのケントですね。でもハクさん、さっきの試合もそうなんですけど、そのフーリガンがすごい上手いんで、あとフーリガンとしてのしゃがみキックの、タイミングの取り方がすごい上手いんで、ガイルも応用が効いてて、そうですね、あでもこういう近距離で、スパイラーロー出してもキャリーはなかなかいないと思うんですよ、この辺はもう心臓の強さが出るんで、うん、思いますよ、もう、うん、使ったことがないんでわかんないですけど、キャビどういうやっぱ近場で中キック振ったりとかそういう戦い方なんですね。基本的なキャミーの基本的な立ち回り、その辺は今度夏コミで出るあのタケジーキャミーさんの新刊の本で分かるんじゃないでしょうか。そうです ね, ねタケジーさんのキャミーで ね, あ, のあれね出ますんで、ああ今の今のこのキャミーのこのキャノンスパイクの判定がすごいでかいんで、あれ強い技ですよね。しかしニュアンさんの剣がうまくね剣の剣で、さあこれで1周目が終わって、で2周目が2周目がセロさんのザンギフとお茶丸さんのバルログからスタートってことになります。さあ、2周目、始まります。この2人の試合が終わったらまた自分ちょっと休む暇がないな。さあ、2周目始まります。お茶丸さんのバルログとセロテープさんのザンギエフです。さあ、これはでもお茶丸さんの青いこの白い、今日は白、このバルログも非常に強いんで、その辺をセロさんがどう格好仕掛けて倒すか注目ですね。あ、今日やる、さあこの、おー今切りうまい、さあ下の切りをやる、さあこのヒョウをザンギはどううまく気づくか、おー今のしゃがみパンチは素晴らしい、そうもう一回やる、しかしこうめくってしまう、さあこう冷静にガード、さあギリギリギリと攻めて、さあこう攻めて、さあそこ素晴らしい、さあこれテラーボディアタック、このザンギフのこの止まりながら様子を見ることが今のセロさんの今のすごいいいところでしたね。さあしゃがみ蹴り、さあ今日やる、しかしパンチで落とす、ガードする、シャチ出る、ダブラリー、今日うまくギリギリでやっている、さあそこをタイミングよく見計らって当てたいところだが、さあガーッサイバー当てる、あー今のしゃがみ立ち当たりたかったところだが今日が当たって 1-1 となりました。さあ3本目、さあ今日やる、さあ今日やる、今日迎える、セロさん頑張れ、これ当たんない、当たんない、ギリギリのところでヒョウをやるところがいいところしますね。セロさん、あー今の当てたかったか、転んでしまった、あーふうふうとお茶丸さんが叫んで一人目に行きました。さあ次また自分です。いやーちょっと緊張するな、頑張ります。やばい、さあ先ほど惜しくも5連勝で1位に届かなかった辰俊龍ですね。深く当てにいっているが、
マラどっちだ。そして最後はハイクロー開幕表。先日ハスラさんが来た時は本当にひょうひょう言ってすごい勢いで優勝してたんですけど、さあ今日もひょうひょう言ってしまうのか。中列目、さあ今なんか当たったんですが、立っていたのはバルログ。あれどうすんだろうね。あれどうすんのねえ、俺もあれどうしていいかわかんない、ね、あの龍さん、龍残業どうしていいかわかんないけど、龍もどうしていいかわかんない、うん、さあここで次は金子さんのガイルですね。そうです ね、いやでもチョモロさんバルログ本当強いっすな、ね、成長してますよ ね、うん、さあでも金子さんが端に追い詰めて無駄のない、おっと投げは失敗。ちゃんと振り越して離して詰め折って、おっとすぐ拾う、ダブルサマーガードから、おっとこのコンボが金子さんの素晴らしいタイプですね。なんかスパコン入る、さあまだ結構残っているぞ。おっと、スパコン入ったおもむろ飛びから投げ二度は通らなかった。さあてめくりはガードして投げ、スラスラスラですごい勢いで運んできますね。もう画面端ですよ。ほぼ全画面運びましたね。ドライセンチさあ当てない当てに行く、当てない、最後はハイクロ ー、しかもすげえ減ったヘルハイクロー。これで11バルロゴからすればヒョウとこのハイクローの使い分けのところで戸惑うところでしょうね。相手からすればそういう問題なのかって気もしますけど、さあさま出してメクニワカード投げ返す、さあ踏ませてマナガード。バルロゴは表よりは分かりやすいんですかね。おっと、おっ、重り大キック、素晴らしい。いやでもチョマルさんも素晴らしかったですね。ね、いやでも金子さんのガイド今最後の大キック、はい、素晴らしかったですね。素晴らしいですね、はい、待ってましたと言わんばかりの、さあ次がゴーさんの剣ですね。このガイド使いながらこのあのマイキープがすごい上手いんですよね。完全に今の間合いがキープされて金子さんが1本取りました。2本目アリアトール中足打っちゃいましたけど、直で昇竜でぼかしてっていう感じが良かったですね。サーバーが出る、相打ち、あっと届いてしまう、惜しい。よし、金子さん素晴らしかったですね、今の、ね、あっぱり抜きですね。さあ次が、梅さんのガイルですね。ガイル対決になってしまった。このガイル対決は対戦はやってて面白いですよね。さあ打つ、明らかにこれソニックの回転力の強ですからね。取り返すのが非常に難しい。
さん動きながら舞を完璧に打ってる感じがしますね。おっと今の舞中足に大足ダメージも取れて転ばせられるので、さあマスターダブルはガードしてサマーでお釣り。今の中キックをやって意識を下段を反らして最後しゃがみてるとは思わなかったですね。ソニックを寄るか。さあ安かったが、まあ投げる最後はサマー。これで金子さんが3人抜きですよね。次が、ピョンキさんの、竜ですね。おっと、竜頑張れ、金子さん頑張れそう、ピョンキさんの竜はすごい、その竹コプターと酒で今ね、お酒が入ってるっぽいので、うん、多分欲望にまみれたプレーになると思うんですよ。我慢とかのないプレー。そういえば、ピョンキさんはワンピーターが苦手なあ、多分それもあって開幕酒コプターでしょうね。さあ波動拳が出ない、波動拳出ないやばいですね。さあ、しっかり欲望の投げ、すごい勝ったのは、その場で打つんじゃなくてちょっと歩いてから打ったりしてますよね。細かいんですけど、間合い調整してから打つ。その間に相手が飛ぶようだったらば昇竜待ちとなるでしょうね。さあ、2P に行けない、いけない。このソバットの使いどころが金子さんのダイブの素晴らしいところですね。さあ、波動拳パンも打ったり歩いたりしてから球を打つ。さあ、球振っちゃう。離してもダメ、離しが当たる。ここから、ダブル様めくりが超高尾だった。これで金子さんが4人抜きですね。次がヒカルさんのバルログですね。ああ今日はガイルかなり多めですね。このヒカルさんの後にもガイルがあと2体ぐらいですね。そうですね。正面落ち、弾振ってしまう。めくりは当たったが2発目からガード。サマーもらってわからない。おっといきますよアピール。そのソニックで転ばした後にスカッツモノを次の手動いてるところが、そうですね。カルさんも頑張ってほしい。やる。おっ、後でさ、いいぞ。サマー届く。そこから投げて、サンダー入れて、おっと、爪で透かした形。ダブルサマー。さあ、上り蹴り、ソバット。おっと、いけるか。最後はギリギリ奇跡の上り昇景が、あ、そうですね、機械リスペクトらしいです。次が、中島さんのガイルですね。これは注目のカードですね。さあこれ、この後このガイルガイルの後ももう一人ガイルなんで、その後もガイルガイルなんですけど、その後ダルシムが待ってるっていう、あの地獄のような、勝った方がいいのか勝たない方がいいのかよくわからないっていう。中島さんのこのガイルと金子さんのガイル、注目の
ガイド上級生ですね。ひとまず誰しものことは忘れて。さあお互い玉ミスが少ないぞ。体力もほぼ一緒。さあ1回のガードが超痛い感じになる。裏剣、そうですね、ダメージ取る方法としてソニックの間合いで裏剣や中足を置いておいてダメ勝ちをしたりする方法。飛びからダメージを取るのはかなり難しいので、ソニックの出際に相打ちでダメージ勝ちするとかそういう地味な方法しか。逆に中足を誘ってソバットで一方勝ちでダメージを誘うとか。あ、地上戦の奥深い。ああ、そう、これで金子さん一本取れております。さあ、4目。さあ、金子さんが笑っている。勝ちを確信したのか？今のですね。今の中足側のダメージが大きいと思うので。さあ、取ったが落とされて。最後今度は足立さんと、サーマー、これはまだ分かんない。さあ45秒、さあ時間はまだまだあります。さあ残り0秒まで本当分からない勝負。さあしかし終わった、めり込んでしまった。今のはダブルか何かあったんですかね。サーマーだったのかな。さあソニック、ソニック、さあ勇気はする。投げて、時にはああいう無理もしないとダメージが取れない。いやー見てて手に足握る攻防ですね、これは、ね、見てて緊張しますね。とにかく画面に球を設置してしまえば有利になるので様子を見るといった声がないんですね。今のショットできるような。さあ今ショート、さあこれはどうなる。ああ今の前、これで金子さんが6連勝。さあ金子ガイルが1位タイまで来た。さあさらにガイル、ガイル、さあ次がハクさんのガイルですね。さあアリキナガノのチュキチュキ、これがうまいっすね。立ち置きキレンダとかソバットとかでやらなきゃいけないんですけど、そのボードがないともうしゃがみ中足踏み込んで打ち放題。ここで今あれですよね、金子さんこれだけ有利な部分ありながらちゃんと落ち着いて止まって様子を見るっていう部分が、そうですね、すごいっすね、うん、もうリードしちゃうと手にする必要は何もないので。さあ相打ち OK。 ハクさんソバットとか使って中足も使って、さあ体力ゴブ、さあハクさん頑張れ。あ、今のソニックいいっすね。投げ、投げる、投げる、投げる、蹴らなかった。さあどうする。あ、いい打ちだった。これで金子さんが7連勝。さあ川島への挑戦権は金子さんが獲得しました。7連勝単独トップ。これで川島は抜かれてしまったので、さあ厳しい試練というか川島さんのダルシム、そうですね、ドラケン、ドラケンもうまいっすね、うまい。さあ川島さんのこの動くダルシムものすごい。さあちょっと粘っていたんですが定位置に来てしまった。この位置に来てしまうとシャガパンをガードするゲーム。シャガパンをガード、飛ん
でも立ち消系で必ず落ちる。ソバットうまい、うまいが時間は無情にも過ぎていく。サバ、さあワンチャンあるのか。わかった、恐怖の手が。そうですね、アドバン相手綺麗に切っても置き攻めに繋がらない。さあまあ打ってみた、シャガパンが強い。ノリル投げて、おっとそこから投げて、投げられて、なぜか画面端にいる。これは見てて怖い。スパッとサニカテル、サニカテル中目ガードして、今の中盤キー良かったです、ね、いいですね、ね、あしかし投げる、投げ、あ今の飛んでしまってそうか、さあショック、残り15秒、さあ打たれて、打たれて、打たれた、すごいさあこれで川島さんが一人抜け、次が新谷さんの剣ですね。剣と川島さんのオルシム、さあ勝利剣当てる、勝利剣、さあピオル、さあボボ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 っと燃えてしまう。オルシムの攻撃は結構ピオリチュア高いですよね。あーすごい、ドリルとかあとしゃがみ中足とかのピオリチュア結構大きいので、うん、そうでもないんですけどね。スタルダイクから、あ今のサンドインスもしかし勝利券かけて、あと勝利券、あーあーちょっとタイミング出してスライディング、川島さんが2人抜け。さあ次が、唐揚げ丸さんのホープですね。これはあるんじゃないですか。唐揚げ丸さんのホークが今日はるばるセロテープを倒しにやってきた唐揚げ丸さんえ、いや本当なんですよこれ、あ、フルツーでそうです、夜中にたまたま立ち上げたらば唐揚げ丸さんもやってて、はい、文房具さんも話されましたちょっと申し訳ないです、ちょっと3試合ほどしたらばですね、500ポイント嘘だ、3? 結構200ポイントぐらいいただいてしまってすごいメンタリティーそうですねそのまま勝ちに電源を切ってしまったんですねさあ、唐揚げ丸さん頑張れ、さあ、さあ、どうぞ、どうぞ、さあ、いいぞ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 、1回でおしまい、インペルのうわー、今の厳しい、さあ、唐揚げ丸さん頑張ってほしい、ジャンプダイパンが当たってその後トマホーク入るわけよります。ジャガパンが強い、おつり、おつり、このおつりが怖いですね。あー燃えてしまう、あインプルが燃えてある、上りで相打ち、あ安定の3人抜きで、このままこのままこのまま川島さんの、勝ち数で、どっちかで、さあ次がセロさんの、さあセロさんのザンギが川島さんの誰しも倒すのか、さあ、さあウルトラストーツの配信でガムテープと言わしめた恐怖の男、セロテープがさあここに来て川島さんを本当に川島さんを倒すか、あーしかしセロさん頑張れ、さあセロさん頑張れ、2本目、さあ
さあ飛び込む、ここの前をなんとかしたいところ。さあ手足の、さあさあここでザンギの、さあ行け、さあスクリュー、さあここからどうなる、さあまだ分かんないぞ。さあ太ももだ、さあ厳しい、いやまだ分かんない。さあ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 すごい怖い攻防、わあ素晴らしい、今の素晴らしい。さあそろそろ6本取れました。さあこれはさあ3本目どうなる。さあ終盤の対決、赤西君、ああしかし壊せなかったか、今の会心君も冷静に見ていた。さあファイヤー、ファイヤーでやって、ああ今のお城さんがどうだと。ああしかしボボボボーって燃える。あ残り50秒、ああファイヤーでやって、さあ川島さんが4人抜きですね。さあ次がお茶丸さんですね。これまずいのが川島が2位もしくは1位になってしまうと金子さんとやることなんですね。おお、さあチョップ掴んで暴れた。わあ今のコブロンを読んでたのか。ああ、ちょっと燃える。バルログがもうちょっと対策できてないときついんですよね。ドリルとスライディングからの羽根がバルログがもう回復すれば難しい。お今のかなり低いですね。ちょっとしチョップ相打ち、爪が入って投げ、お素晴らしい。今のインフェルノっぽかったんですけど、うん、思い切って飛び込んでいった。さあ1回目、爪必死に爪を起こする。さあ端まで追いつけての投げがナルシムの狙い。さあ、あ今の蹴りすごいっすね。チョップ、チョップ投げ返し、あ燃える、燃えるの、燃えるの、惜しかったが勝ったのはですね。はい、カワシム5連勝で迎える相手はタストシリュウ。リュウも若干厳しめだがまだ勝ち筋はある。さあ勝利拳、とりあえず真空貯めてしまえば勝負になる。さあダイゴス、すごいですね、スライディング止めちゃう。そしてファイヤー、今のはインフェルノだったっぽいが、とりあえず名を逃れる形、真空だったらちょっとやばかった。さすがにガードしておつり浮いてる、乗りて、ドリルで竜巻は当たらない。削って、さあ時間が10番、うまい、惜しい、ガードしちゃった。シーンが当たる。さあ九死に一生、開幕逃げ勝負超えて裏剣、
乗り切って立ち台さあ竜巻置き攻めは当たったがさあ今の逃したのはどう出る勝利拳さあ折れてはいないガードして投げさすがに死んではいなかったフェルノット動いてたさあいいとこまで行ったんですがさあ金子ガイルが死刑台の前にこれしそうですねこれまだ一応川島の連勝数をカウントしている最中なんですがこれで川島が1位になったら結局2位の金子ガイルと3連戦しなきゃいけない可能性ありますねいやでもダルシムが1位になっちゃうとね、まあ、本人たちも競技の上でダルシムが3位でやりたいなっていうんだよさあだがこのラウンドはインセルのガードまだ読み合いになっているさあ勝ったかさあ削り切れるかパナしちゃえばサマーパダブルサマーパナせばさあ謝っています最後ちょっと慎重になりすぎたかがソニックサマーダブルが当たるおお素晴らしい惜しいことをしましたこれ勝ってたんですねさあもう一ラウンド取れるのかピヨンかマジサマーですかしてつかむさあもう危ない行動は一切しませんファイヤーなんか打たなくていいやと弾消すときだけですね3弾さえ取らなければ知らないよとガイル側は飛んだ瞬間に死にます飛んで死にたこれでこれで次が坊さんの剣ですねおかしいスロさんから剣ダルシムは剣は相当きついという話を今まで覚えてるんですけどもうやっぱ見てて改めてめちゃめちゃきついと思いますよ、まあ、ガイルよりマシぐらいおサドリル、まあ、この辺の速さが川島さんも素晴らしいところですねおっと今のガッドショーがしかしスライディング一番きついのがサガット次いでガイル次はケンとかそういった感じですかねただ剣は掴みと昇竜拳があるのでまだ勝負になる勝負することもできなくはないでも飛びがほぼ 100% 落とされるので、飛び蹴り竜巻だったがこれで川島が8連勝なので単独トップですねじゃあ一応予選はここまで
でなんですけど、一応、まあ、今日金子ガエル2回勝ってるんですよね。あのこれあの主催者判断なんですけど、あのもしよろしければザンギガエルでも、あの両者納得の上であればザンギガエルでもいいかな。金子さんがそうザダルシムだったらみんな仕方ないと思ってくれるけど、いやでも優勝っていう甘い汁が吸える可能性もありますよ。いやでも本当にあの2人で話し合ってガイルダルシムでサクッとやるのか、ザンギガイルで一応やるのか。はい、じゃあはい、で 1P2P は、いや連勝数の多い川島が決められます。先ほど川島さんがどっちでもいいという形で言いまして、さあしかし、ダルシムに金子さんはダルシムの方がいいということで、金子さんのガイルと、川島さんの、ダルシムの決勝戦となっております。ぴょってドリルを飛んでさまが来る。スマートスポートで早い、この川島さんのダルシムはとにかく早いっすね。こう食らう側相手するからすれば非常に余裕をなくさせる動きのダルシムですね。キャリアとゴースマやってさ、スマッシュ負けるところをテレポで受ける。さあもう一回しに行く。あと今のキャリアをやってさ、ソバットでやりたかったことだな。さあ3本目、さあソバットで当てる。さあソレットファイヤー、ヨガヘイヤー部分部分のところで動きを立ち止まって様子を見るっていうのがこのお二人のものすごい強さだと思うんですよね。さあ、タッチキック、さあ、ダブルスタム素晴らしい。さあ、ここで、さあ、ここからめくって投げる。さあ、さあ、3本勝負1回目金子さんが取りました。金子さん勝利のガッツポーズ。さあ第2試合目、さあものすごい緊張が走ります。さあソニック、ソニックで、さあソニックファイヤー、ソニックファイヤー、ソニックファイヤーで、さあこのソニックファイヤーの今の攻防の中でこうやってドリルを決めるところの、そういうところがその川島さんの素晴らしいところですか。そこで、そこで選択肢、そこで石棺をやって、さそこでこういった蹴りを出すところがなかなか他のダルシムスカイは見られないんで素晴らしいところですね。さあソニック、ソニック、さあ金子さんが頑張ってほしい。そこでソニック、ソニック、そこで、あーしかしここで川島さんがまた取りました。さあ4名、後ろに飛んで、さあそれ、あー今のパチーショーパンチですね。さあそして3番、ここからめくってそこでソバット、うまい。さあこういった細かいところのコンボで5つあの決めるところ、金子さんの素晴らしいところですね。さあソニック、ソニックで、さあドリルやるところを出して、さあ大蹴りも当てて、ファイヤーも当たるよ。さあソニック、さあここから、さあサマー、さあここからめくってめくってショートパンチやって、そこをパンチさんも読んでパンチ立てる。あっと投げる、一本一本取りました。さあ金子さんテンションが上がってきた。さあ3本目、予選の2回は無駄じゃなかったって感じですね。あ今キリですね。さあ
ソニック、ソニック当てる、サクを当てる、これはもう端に追い込んで川島さんがかなり有利。ソニック抜け、さあ1対1となりました。さあ第3試合目、金子さんここで色を変えて、おっと成立中だよ。さあソニック抜けるよ。今ソニックして、さあめくって、めくりはガード、ソニックをこうやって投げる、さあめくって、さあ来た、さあ今正面でした。かなりなんか、あ逆に、そしてさあ大蹴り当たる。さあこのバリエーション、蹴りのバリエーションの多さで非常に相手側が戸惑う。パーの男が3回続けて勝つには、さあ飛び込む、さあさあそばって今のいい、おっとあーって今当たった、これはまずい。さあ30秒頑張れるか、おあー恐ろしい、これが欲望、これが川島さんの勝負強さですね。さあ3本目、組み合わせなのに逆転性もダルシムの方があったりする。さあ今のローだけ、ここでめくって投げる、投げて、さあ石棺で、しかしこれ今静かにガイルが待つ。さあファイヤーソニック、そこをしゃがんで受けるソニックファイヤー、さあそばと入れたかと今の球当たる。さあガイルがダメージのところに行ってドリル、ファイヤーダブルサマー、さあ来た、さあここからどうだ、あーしかし逆転投げ、ヒットが確認できなかった。さあこれで川島さんがリーチ、さあ第4試合目、川島さんがリーチ。さあ今ダブルまでは超かっこよかったんですが、単発ヒット確認せずに投げに行ったところを投げ返し、さあでもかなりいい勝負になってますね。川島はザンギでもいいよと言っていたんですが、アネコガイルがいやいやいやちゃんとダルシムでやりたいぞ、来ただけのことはある。あっと金子さんの暴行が聞こえる、最後はスナイパー。さああと1本取れば川島さん優勝、リーチですね。アリスリーチ、さあ時間で待つ、さあ様子を見る、なんか変な余命が始まってますね。これ金子さんが飛ばないのか、それとも川島が上手いのか、3段が入ってどうこうという展開にはならないですね。マッペルの、さあこれはさすがに心が折れちゃってもおかしくない。さあ金子さん頑張れ。さああとはこのタラゲをどこまで遊ぶ、ああ終わってしまった。はい、というわけで四季の細道第37回優勝者は、川島さんです。おめでとうございます。はい、川島さんおめでとうございます。おそれユニクロの任天堂社じゃないですか。土管からマリオとルイージが、おめでとうございます。お疲れ様でした。ダルシムです。ダルシムですが、ガイル戦があまり得意ではないです。
どんどんね、ダルシムはガイルが頑張って殺せるぐらいまでねやっていただけるとダルシムとしてはかなり面白くなるんで、そうですね、ガイル強い人で言うと、機械さんとか、あとはそうね、小高はまあ強いですけど、まあ、その辺のガイルを見習っていただいて、ダルシムはこうやって殺すんだよっていうまあ、すいません、そんな顔しめでした。今日もご視聴いただいた皆様ありがとうございます。どうぞデイトナ式をよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございます。毎週金曜日埼玉県新座市のデイトナ式にて、対戦会及び、ミニの大会式の細道を行っております。ぜひお友達を誘い合わせの上でご来店ください。はい、この後の試合もそのまま配信しますので、そのままお楽しみください。はい、今日も、ご視聴ありがとうございました。あ、で8月の8月の12日でしたよね、確か。XS とこちらの、大規模な大会の方も、行います。秋葉原、e スポーツスクエアですよね、こちらの方で行いますので、ぜひ、こちらの方も、よろしければ、ご参加ください、ね。いやー、大規模の大会の前っていう、こういうミニの大会でもやっぱだんだん選手たちのモチベーションも上がって、ね、楽しくなりますよね。今日もありがとうございました。じゃあ、ノジアイの方をお楽しみください。Yeah!
Thank you.
Thank you.
あ、皆様こんばんは。夜遅くまで配信ご覧くださってありがとうございます。ケインでございます。そろそろ23時になりますので、次の試合を最後に放送の方は終了させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。また来週も、いつも通り金曜日、四季の細道ミニ大会やる予定ですので、そちらの配信もまたよろしければよろしくお願いいたします。では皆様もう少しの時間お楽しみください。失礼いたします。配信の方終了いたしたいと思います。皆様夜遅くまでありがとうございました。失礼いたします。